お母さん、俺の赤ちゃんの頃の写真ちょうだい。急にどうしたのよ。学校の授業で必要なんだ。そういえば、この頃のやねちゃんはむちゃくちゃだったわね。ほら、やなさん、ほらほらほら、ほら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 、夜泣きはするし、離乳食は食べないし、本当に世話の焼ける子だわ。それが子育てってもんだろ。黙ってなさい。今日はベビーシッターが来るから、おとなしくしておくなよ。はい、ヨネちゃん、楽しくお遊びしましょうね。バブー、レゴブロックあるからこれで遊んでね。バブー、バブー、ほら、すごいじゃない。これはどうやって使うのかな。バブー、ヒーローごっこしよっか。それじゃあ行くよ。バブ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 、それ。あんた、うちの息子に何してんの。あら、こんじりママじゃない。あら、キイコママ、ヨネちゃんも大きくなったわね。早く帰りたい。キイちゃんも大きくなったわね。うんち、ほら、二人で遊んできなさい。バブー、君、生後何ヶ月。うんち、こいつ、頭悪すぎる。バブーバブーバブー、てめえ、この野郎。バブー、待て。バブーバブーバブー、あれ、ここどこだ。バブーバブー、意外とやるな。バブ、家に帰るまで我慢しなさい。バブバブ、電車の中なんだから静かにしなさい。静かにしなさい。バブ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 、それがうるさいぞ。黙って。すいません、すいません、うるさいガキがいたもんで。バブ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 、え、赤ちゃんの泣き声は生理現象だが、車内での通話はただのマナー違反だよなって言ってます。バブバブバブ、赤ちゃんに説教されてどんな気持ち。ああ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 あ、子供に言い任されたからって暴力を使うのは卑怯よ。なんだこの猫。そのセリフお母さんが言えたことじゃ。じゃあ、ゆめちゃん、おやすみなさい。おやすみ。